今回は、ファイナルファンタジータクティクスより、黒魔法サンダーを作ります。どこがファイナルファンタジータクティクスなのか、これがわからない。と思いますが、以前作成したサンダガと違い、右スティックで落下地点を操作できるようになりました。落下地点を選択できるのが、タクティクスっぽいですよね。そうかもしれん。というわけでタクティクスをチェック。サンダーを選択すると射程範囲が表示され、範囲内の任意の地点をサンダーで攻撃します。雑魚か。こんな奴に任せていてはサルーインの手下に奪われるだけだ。タクティクス屈指の罪ポイントを確認したところで、早速サンダーの作成から。行くぞ！使うのはいつもの FX バラエティパックから P 回ライトニングさんを使いました。サンダーのブループリントには、スフィアーコリジョンとエフェクトとアローが入ってます。各種設定はこのようになってます。スフィアーコリジョンは、落下地点の目印兼攻撃判定として使います。次はイベントグラフへ。案内しよう。スフィアーコリジョンのビギンオーバーラップは、ダメージを与えるインターフェースへ繋いでます。落下地点と、これまた適当に名を付けたインターフェースのイベントです。この後処理するサードパーソンブループリントから、メッセージが来るようになってます。処理としてはまずパーティクルシステムをアクティブにして、サンダーを発生させてから音を鳴らします。次にスフィアーコリジョンの判定を有効にした後、デレイを挟みサイドノーコリジョンへ変更します。0.2 秒の攻撃判定があることになります。サンダーの作成は以上です。さらばだ。次はサードパーソンブループリントへ移ります。サードパーソンブループリント。ゲームパッド右トリガーの処理です。右トリガーを押したら、キャラクターのルートソケットから前方線の位置に作成したサンダーを発生させます。右トリガーを離した場合は、先ほど説明したインターフェースメッセージを送ります。その後でレイを挟み、サンダーを消します。ここまでをゲーム内で見てみます。R2 押してサンダーのアクター発生。R2 離してサンダーのエフェクト発生させ、アクターを消します。もう一度確認します。このような流れです。今の状態では特定の位置に発生するだけなので、落下地点を動かせるようにします。スポーンアクターの後に、アタッチアクタープーコンポーネントでサンダーのアクターをキャラクターにアタッチ、そしてユーズコントローラーローテーション用にチェックを入れ、カメラの向いている方向へキャラクターを向くようにしました。ゲーム内で見てみます。追加した処理により、右スティックでカメラを操作すると、サンダーのアクターが一緒に動きます。R2 を離すと先ほどと同様に、サンダーが発生します。もう一度確認します。横方向への動きはできましたが、このままでは前方向へ動かせません。ということで、ここからが本題です。ほう。よくゲームであるように、右スティックを動かして落下地点を操作したいです。そこでカメラを制御しているところを利用すればいいのでは？という考えに至りました。で、この部分がサードパーソンテンプレートのカメラを制御しているところです。アクシスターンレートは、ユーズコントローラーローテーション用を利用しているので不要です。ゲームパッドで言えば、右スティックの左右です。なのでアクシスルックアップレートを利用すれば良さそうです。ゲームパッドで言えば、右スティックの上下に当たりますし。ということで、この処理に少々手を加えて、このようにしました。新たにフロート型の変数落下ピッチとブーリアン型の変数エイミングを作成。落下ピッチは、スクショのように繋いで変数にセット。変数エイミングは、落下地点を操作してない時に通常のカメラ操作をするためです。
本題である落下地点の前後を操作する処理を作成していきます。さあどうする？落下地点を操作するためのカスタムイベントを作成しました。単純に説明すると、変数にセットしたサンダーのアクターをセットアクタートランスフォームで動かすだけです。サンダーのアクターのゲットアクターフォワードベクターを取得し、それと先ほど作成した変数落下ピッチとかけます。そしてゲットアクターロケーションと足したものをセットアクタートランスフォームのニュートランスフォームロケーションへとつないでます。この処理は一度だけでなく毎フレーム行う必要があるので、イベントキックとつなぎます。つなぎました。作成した変数エイミングがブルーの場合のみ、処理するようにしました。変数エイミングはどこに追加したかというと、ゲームパッド右トリガーの処理の最後に追加しました。ここにいたのか。これで落下地点が前後に動くようになったか、ゲーム内で見てみます。よろしく頼むぞ。ちゃんと前後に動いてますね。前後左右、任意の地点狙って操作できてます。これでできたという気もしますが、もう一つある。問題点がありますので、確認します。操作できる範囲が定まってないので、前後どこまでも行ってしまいます。キャラクターの背後に行ってしまうと、操作しづらいですね。続いてこちら、R2 を押した時点でのカメラの位置で固定されるので、位置によっては狙いを定めにくくなります。変数エイミングがブルーの時は、カメラがピッチ回転しないので当然ですね。これはもう狙えないですね。やはり無理か。落下地点を操作する基本的な処理と、問題点を把握したところで今回は終わります。次回は、この問題を解決するところから始めます。また後でな。ここまでご視聴いただき、感謝するぞ。